天目大魔教最終回。まあ、こうなるよねって感じ。この作品は結局最終回まで描かないと評価できないって思いが強いんですけど、ここまでの時点では作画や見せ方、エピソードなんかのクオリティが高いので高評価でした。原作が謎を残したまま終わるとめちゃ叩かれそうです。以上、天国大魔教のお話でした。